81.3 FM. J-Wave. Jam the planet. Jam the planet. News to the table.吉田真由がお届けしています J-Wave Jam the Planet。 続いては最新ニュースにフォーカスする News to the Table。 先ほどのヘッドラインニュースでもイスラエル軍が本格的な地上侵攻に向けて攻撃を強化しているとお伝えしました。 Jam the Planet ではこれまでアメリカそして中国のこの問題に関する立場をお届けしてきましたが、今日は日本の立場を取り上げていきたいと思います。国際政治学者でいらっしゃいますニュースウィークで塗り替わる世界秩序を連載している睦智昌司さんにお話をお聞きします。睦智さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。10月7日にハマスの攻撃により始まったこの今回の紛争ですけれども、これまで日本政府の対応どういうふうになっていますか？そうですね、日本政府はその10月7日に、攻撃が始まってもうその日のうちにですねハマスの攻撃を非難するという、談話がですね報道官外務省の報道官から出て、その後ですね外務大臣、がですね、各国上川外務大臣がサウジアラビア、エジプト、あるいはアメリカ周辺国との間での対応を協議したり、あるいはイスラエルに対して支援を表明したりとしているほか、27日にですかね、24日ですか、すみません、緊急資金協力ということで、ガザへのですね、1000万ドルの提供を約束すると、そういった形で、外交的あるいはその緊急 人道支援、そういった形での協力が中心になっていますね。なるほど。日本は、石油を中東に輸入依存しているっていうのもあって、どちらかというとアラブ側つまりパレスチナ側に近い、どちらかというと近い唯一の先進国というふうにも言われていますけれども、この日本の中東政策っていうのは歴史的にどういったものだったんでしょうか？そうですね、日本がアラブ側パレスチナ側に近い唯一かの先進国かどうかはちょっと議論の余地はあるとは思うんですけれども、少なくともですね、1970年代の石油危機の後、日本政府はイスラエルに対して、占領政策を改めるようという要求はしてきており、そういう意味で言うとパレスチナ側の言い分をですね、支持するというスタンスを外交的には、取ってきたわけですね。ただ一方でそのじゃあイスラエル側と何かこうに対して働きかけをするというかですね、それ以上 のあとパレスチナに対する態度を変更するような形でイスラエルに踏み込んだ要求をするとかそういうことはしてこなかったということ、そういう意味で言うとグレーな立ち位置に終始してきたという言い方もできますね。そうですよね。その声明文でもG7 の先進国が一致してイスラエルをサポートするような声明を出した時にも日本は名前は載せなかったりして割と中立的なグレーな立場を取ってきたと思うんですけれども、最近はアメリカに同調して少しイスラエル寄りになってきてるんじゃないかという指摘もあります。このあたり睦智さんどういうふうに見ていますか？そうですね、歴代の政権と比較してだいぶ踏み込んだ態度でアメリカに近い、言ってしまえばイスラエル支持が割と強めに出てきているというのが最近の印象ですね。そのハマスの攻撃を、テロ攻撃であるというふうに、欧米各国の首脳は、ずっと言ってきてますけれども、それを日本政府も踏襲して同じような言い方をしているわけなんですけれども、一方で、ハマスによるその民間人の殺傷というのはもちろんそれは否定されるというかですね、非難されるべきでしょうけれども、一方で、イスラエルによってガザではなくてヨルダン川西岸というですね一帯がイスラエルによって実効支配されている、それが、ハマスによる攻撃をエスカレートさせているというような、前段階を踏まえればですね、一方的なテロ攻撃というふうに表現するのもどんなもんかなというところはありますよね。
総理大臣ではなく、あの外務省 の, あの事務次官がテロという言葉を使っていたと思うんですけれども、うん、あの昨日ですね、あの上川外務大臣、人道目的の一時的な戦闘休止を関係国に働きかけていくという考えを示しました。あの日本政府今どんな考えのもと何をやろうとしてるんでしょうか。そうですね、具体的なビジョンというのは正直言うと見えにくいんですけれども、そうですよね、はっきり申し上げるとちょっとあの状況を見ているとしか言えないとは思うんですが、うん、まあ、言ってしまった以上はやっぱりこのアメリカとともにですね、イスラエルを支持するというそのスタンスはまあ維持しつつ、一方でそのイスラエル の, その占領政策そのものを肯定するような言動はまあ控えようという中で、まあ最近ですとその人道目的の支援というところにある程度特化することで、その政治的な対立とちょっと距離を置いてですね、まあ、ハマスは非難されるべきだが、パレスチナの一般の人たちがまあ困る状態はそれは見過ごすことはできないのだという、そういうところで、まあ、なんて言うんでしょうね、この問題に関わっていこうということなのかなと見てて思いますね。はい、あのアメリカは公式的にはイスラエル寄り で中国はどちらかというとあの、まあ、アメリカの反対を割と取るので、あのパレスチナ寄りということで、うんうんうん、まあ、日本は先ほどもおっしゃってましたけれども、グレーというか中立というかという、そういったところですけれども、今後日本の今後の政策を考えたときにやっぱりフォーカスは人道支援にフォーカスというようなことになるんですか。あの国内的にもそれが一番支持得やすい、うんところなのかなと思いますね。そのさっきから申し上げているそのイスラエルの占領政策に対して日本が何かコミットできるするとかしないとかっていうようなことになった時に、やっぱりその政治的な問題になってきますので、あまりそういうところに立ち入りすぎるというのも、まあ、あの国内的にもですね、賛否があり得る話ですから、政府としてもあまりそこはちょっと置いておいて、まあ、人道支援というところで、うん、まあ、あの関わるのが一番なんて言うんでしょう、国内的にも無難という感じですね、無難というかですね、うん、リスクが少ないという言い方になるのかなと思います。はい、なるほど。お忙しい中ありがとうございました。あ、どうもありがとうございました。国際政治学者の睦智昌司さんでした。 J-WAVE Jam the Planet